にちは。こんにちは。はい、今日はこのシックスティがトミカになったということで、買ってきました。近くのおもちゃ屋さんに、3軒回って、こちらの通常版の赤の方は、あったんですが、こっちの白がちょっと出遅れた関係で、3点ともないということだったので、仕方なくメルカリで、900円で、購入しました。ちょっと開けたくないんですが、今日はちょっとこの2台を、開けて、子供たちのためにシックスティを遊ばせたいと思います。はい、では開けてください。はい。はい、こちらが、こう見ると、ホイールとか見ると、ルーパッケージではなく、このSパッケージなんですかね、ホイールが似ているものです。Sパッケージのモデルで、こちらですね、あると。白の方は、この、ロジウムホワイトプレミアムメタリックという高い、塗装のものですね。で、この赤いシックスティも、ソウルレッドクリスタルメタリックということで、こちらも、お金かかる、塗装のものです。自分のこの黒の、ジェットブラックマイカは、なかったのでちょっと残念ですが、まあ、今回は、この2つが、出たということで、買いました。こちらに書いてあってナンバーが10002、2番のナンバーです。で、こちらが、あ、これも同じなのか。同じになってますね。まず。で、ナンバー6番ということで。またそれと、たものは書いてないですかね。こっちも同じで。はい。じゃあ当ててみたいと思います。じゃあまず、はい、当ててください。綺麗に当てられますか。破かないでくださいね。はい。お。できました。お、袋に入ってる。おぉ、リサメタリックはかっこいい。はい、出して。ここから出して。おぉ、赤い車。姉ちゃんも、18歳になったらこれ乗りますからね。はい。わぁ、すごい。はい。はい、鼻くそほじった手で触ってるな。かっこいいですね。グリルも黒になって、シグネチャーウィングはシルバー。で、ライトもシルバーで。で、バンパーはこのブラックでもなってるということですね。ここのアンダーガーニッシュも黒でなってると。で、テールランプも赤で、エンブレムなどはシルバーになってると。で、後ろのマフラーのところは黒く塗装されてるということでしょうかね。で、メイドインベトナムということで、室内が、これは扉開かないんですね。中が見えるかな？室内もシートが見えますね、シート。ちょっと暗くてちょっと見づらいですが、シートもちゃんと見えます。はい。あと次は、ここも黒になってますね。陰影がなるのかな。結構でもここの彫りがちゃんと見えます。お、開きました。袋入ってます。かっこいいですね。じゃあこれ開けてみてください。はい、お、出てきました。すごい真っ白ですね。おお、結構パールがかかった感じの、やっぱ塗装に力が入ってる感じします。パール感がすごい。うん。
で、フロントが黒くグリルが塗ってあって、シグニチャーウィングとライトはシルバーと同じですかね、さっきの赤いのと。で、サイドガーニッシュも黒くなっていて、後ろテールランプ赤く、エンブレムシルバーになっていると。で、室内もシートがちゃんとこう見えるという形になってます。やっぱりこう、塗装の、あれが違いますね。赤も、パールっぽくなってますね。よく見ると、パールが入ってると。この60の2台。かっこいいですね。はい。はい。どちらが速いか競争してみますか。はい。じゃあ、スピードを試したいと思います。よーい、ドン！お、お、やっぱプレミアム特別使用者の方が遠くまで行きました。まあ、これは偶然ですかね。はい。ありがとうございました。